ネロちゃんとあと誰ができるの？ライナーさんからじゃない。ネロモン。ネロモンになっちゃう。セルフする。あの結論なら残り時間で藤見の聞きたいんだけど。これは負けでは？え？高田さんに切られてるよ。じゃあ行きますかね。はい。はい。黒猫。I'm a 黒猫。遠いね。ぐるんだ。カボタンになっちゃいそう。大丈夫なんやったら見ようかな。はい。これは相当いいボタンですよ。せーの。一番右。一番左の右。バイタル 1.8 秒使いました。なんで？なんで？悪いなと思いながら使ったから悪い。かっこいいな。カモフィーの時と違って許されてる。なんでよ。許されないよ。シャラーン。プテメイズ。はい、宿舎のダウンロード前だ。まあ、3と3無理やな。そうですね、3と3とアルマくんは無理。俺から無理。どうだろうな。藤見は無理かな。伊豆さんどうだろうな。あ、でも定年待機して直したの僕っすよ。剣棒で。いや、無理ですよ。サコ無理です。メアさんも無理、今回。藤宮君ってだから今アーカイブの上にいるよね。そうっすね。アーカイブの上のやつだって見た。マジ。も厳しそうかな。僕とアーカイブの上が今ラウンジから入ってきたところなんで、アーカイブに。アーカイブの上がいたよ。藤宮って、いや、藤宮アーカイブ分けでそこまでいたんだけど。あとで説明しますよ。できるんで。今説明した。今、白なんで、トリマーね。今説明した方がいいよ。多分でも、キルできない。あ、できない。キルできないから、じゃあいいや。一旦白取り合ってるリストもう一回聞いていいですか。イズメイと。アルトスはトータスさんからもしてもらってるから、アルトス。これ出せる。だけですか。思う。なんかネロちゃん。あと旗馬でしょ。旗馬多分右。あでも旗馬は無理だ。見てるから無理です。うん、俺も貨物に来てる。おまじ見てる。高藤は？アーカイブ。まあ高田さんも一回昇降機右に行ってるタイミングがまあ5秒以上はあるけどって感じかな。5秒じゃ行って帰ってはむずいんじゃない。ちょっと厳しそうかなっていう感じ。ネロちゃん。俺はコックピットでメイヤープテとすれ違った後に武器庫の下をしまって。バーガータスクやった後に石油のテープタスク。はい、メイヤさんと伊豆さんも大丈夫なんでしたか。俺はコックピットでアップロードした後、武器庫キッチン展望で伊豆さんと会って停電直してる伊豆さんが見てるって感じだから。一応場所真ん中。うん、あ、正解。一個だけだった。うん。あんなに一瞬で直ったのに見れるんだな。二人とも。ね、めっちゃ早かった。俺も直そうと思ったけど、全然届かない。マジ量ぐらい待機。僕の方は目安視点から待機してるのを見てもらえてたから。うん、そうね。まあ、伊豆は無理よ。ネロちゃんと、あと誰ができるの？ダイワさんからじゃない。ネロモンになっちゃう。セルフする。ああ。その結論なら残り時間で藤見の聞きたいんだけど。まずアーカイブで本を一冊回収し、シャワー配線、メイン配線、そして貨物配線、そしてアーカイブで本タスクの継続。あ、そうだよな。藤宮って一回貨物配線流れてたわ。アーカイブから。はい、なるほどな。あ、流れてた。一周したんで、アーカイブ戻ってきたら、そういうアーカイブ行った。配線を3つ、このターンで終わらせました。あ、一周したのね。マジで最悪です、これ。ウェイ。ウェイ。ウェイ。どういうあれな。マットでやん。マットか。まあ、マットはね、釣られてなんぼよ。でもこんなに綺麗に釣られるか。はい。はい。マット。マットネロちゃん。うわ、栄翔させんでよかったやんこれ。連れて行かれた。栄翔連れて行かれた。
え、マットだとして誰ができんだ？トータス？トータスさんのセルフ、セルフからいいんじゃない？うん。で、うん、ラインを、あのアーカイブ4人はもうラインがありえないから。うん。あ、でアルマサントスはトータスさんからも出てるから、うん、イズメイかトータスさんか。ただイズメイの場合、多分畑さんしてね、直したのが俺っていうのが分かると思うから。まあ確かに。イズメだった場合でも、イズは無理じゃない？そう、届く人物は名安さん。直してるんだったら。うんうん、まあでもまあまあ、俺とイズさんのラインだったら、まあしゃあないね。それはイズさんがインポスターで。うんうん、そう、まあでもイズさんが即直しをしてる人間っていうことで。まあそれは間違いないもんね。そう、イズメやったらもう、道路しかありえない。で、速攻直して、俺とイズさんが白取りやってる。高田さんって、藤宮くんから監視をもらってましたっけ？もらってる。ほぼ無理っていう。うん。うん、5秒って言ってたかな。無理じゃない、証拠権右。発信通りって飛んで。無理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 。ダウンロードでしょ。ダウンロードちゃうか、無理無理無理。絶対5秒じゃない。ダウンロードじゃない俺。あ、違う、違う、違う、下位が。下位が、ダウンロード。まあ。いや、無理無理。5秒じゃ無理。5秒前も見られてんの？5秒前は、俺がアーカイブ入るときに藤宮で、貨物でダウンロードして終わったときにおまおじがアーカイブ側から流れてきてる。いや、多分5秒前とかじゃなくて、藤宮が目を離したのが5秒って言ってた。あ、そう、直線は俺アーカイブでいるよ。アーカイブで高藤、多分誰だっけ、右側から多分誰かが来てて、僕とおまおじさんですね。俺ですね、2人ですね、はい。アーカイブで4人帰ってこなきゃいけないから、高田さんは。そうそうそう。で俺姿見てるから、最後足元だけ見えてるから。俺も見えてます。うん、まあ、アーカイブは4人いるから、そこ4人はもう、じゃあ俺からしたらもうあとメイズメイラブがしかないんじゃないですか。うんうん。だからあれ、伊豆してんね、メイヤさん白打ってたっけ？絶対打てる。あ、打ってたのか。うん、あ、だから、結局2択じゃないと思って。で、うん、まあ、マットいないし、ロラできるかと思ったけど。うん、そうね。逆に今しかロラできない。そう、今しかできないから。どっちかな、うん、ロラ押してくれないと全然伸びます。いいね。まあ、むずいなこれ。いや、マクトさんとスさん目線は到達の印象がいいから。印象いいよ。そう、そうなの。印象いいんだよね。そう、そう、だって。エレキで3人一緒に行って、置いてって到達さんが走ってってるから。そう。これ、メイヤさん3秒って誰ですか？あ、私入れた。僕、多分僕、到達さんさんとそうじゃない、うん、私とアルマさんは印象いいから、到達さんの。うん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 。あら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 。まあまあまあ、そうなるよね。うん。到達さん何？ポサなの？違うよ。だよね。まあさすがにね、もうだからあんな印象のいいインポスターいないよねって思っちゃうよ、うん、マット目線でもね。まあまだあるよ、まだある。まあね、1キロしか起きてないからね。はい、勝ち申した。結構ロラしないよね。わかんないけど、とりあえずタスクは無理です。スルーでしょ。え、スルーでしょ。したらだって8人盤面でやるんですよ。8人盤面で、いや俺すちん、伊豆さんは絶対無理だから。あ、なんか全員して伊豆名のラインを追うってことですよね。ケアで落ちてるからロラなんですよ昨日。いや、マット落ちてるからロラじゃないんじゃないの、普通に考えたら。え、なんで？だってマット落ちてるから7人盤面の方が良くない？その主張を続けるんだったら知りたいですよ。いや、僕らは、うん、伊豆名のラインが否定できないから。うん、あ、そっち時点で完全に白取れるんですよね、残りの5人で。まあ、あれメイヤで最終位置どこって言ってたっけ。いや、一緒にいるんだっけ。一緒にアップロードしてて、もう停電になる前に俺は伊豆さんと展望デッキで合流して、俺がアップロードで伊豆さんがアップロード行った段、俺がアップロード行った段階で停電になって伊豆さんが直してアップロード来て、難しいな、最後の伊豆さんと。この主張が通っちゃったら結構厳しくなる。まあ、あの、まあ僕とメイヤさんはお互いに白取れるからこその話したいのは、ちゃんと白取れてるんやったら全然ローラーは僕いいと思います。そっちでなんか5人組みたいな感じ。アルトスは白を取り合ってるけど、結局トータスさんからも白が打たれてるから、その中での白の濃度の高さってアルトスが一番高くて、俺視点で畑さんも配電盤見てて、畑さんからおまわりさんって感じで、で高田さんも白1でいいんですよね、畑おまから見て。結構足が見てるみたいな。てか死んだ藤宮から出てるから、藤宮くんが白って言ってるからね。うん、やったら別にいいですけど。うん、いやでもメアさんの言ってることも別にそんなにおかしなこと言ってなくない？うん、まあ普通である。まあトータスも、だって伊豆さんが、だから俺と伊豆さんがローローだった場合って、停電になって伊豆さんが即直ししてるインポスターの相方が俺っていう、うん、そうだから別にそんなにおかしなことは主張してないと思うんけど、ただ7人場面2ローの可能性を残し続けるか、6人場面1ローで確定でいくかの違いじゃないですか。だからその場合って伊豆さんのローがいつまでも終われるってことだからね。そうですよ。いや、まあメイヤさん追わなきゃいけないと思いますよ。メイヤさんのローラってほぼ伊豆
になるっていうことになるけど、まあ名屋の場合はもう伊豆さんしかないよ。いや多分全視点一応保険で名屋さんまで釣りたいってことですよね。その伊豆名のラインがあるから、まあ、ロータスさんで釣れてるとは思うけどみたいな人もいる中でローラーかけたいわけですよ。だから僕自身はさっき言ったようにもう5人白出るんやったら別にいいですよ。本当だった場合これははっきり言って込めたい視点が抜けてるだけだし、はい、目安に加えて、あそうなの、名屋さんに入れるってそれすなわちもう伊豆で決め打つみたいな形になっちゃうんじゃないですか。それえなんかそれ全然違う、全然違うと思う、うん、ないだから俺をローで送れたら伊豆さんはインポストしかない、もうなるよ、そうなってしまうよ。うんうん、これは負けでは、え僕高田さんに切られてるよ。ええー、高田さんか、まあまあ誰がインポスターなんや、バケモンみたいな1キロ入って終わったな。あっ、ありがとうございます。すごいキルだ、もっと強く主張すればよかった。手の手のえ、ショットじゃない、ショット高田さん、神キルだと思われる。え、高田さんがやってんの？そう。どこで、あ、どこでって、あそこか。いや、もう全力ダッシュで行って帰ってきた。もう本当にキック、僕、そこで。僕は5秒以上と言ってますからね。厳しいとは言いましたが、白とは言ってませんよ。うん、厳しいとは言いましたけどね。いや、白って言ってなくても、俺と原作君が。いや、結構白く見えると思うで。おまおじ、貨物でも合ってるし、貨物でも合ってるし、足元見てるし、最後も。いや、めっちゃいいキルだった、あれ。すごいな。マジでいいキルした。最後って別にでもあれですよね。間違ってないですよね。メイヤーさん釣るとほぼいい。まあでもだから結局蒸らしてんだって。いや、だってトータスさんがインポスターの可能性があるから。そうそうそう。うん、ああ、そうか。いや、だからトータスさんインポスターで置く、白で置く可能性もあるわけでしょ、だってみんなして。俺がインポスターかどうかわかんないから、うん、その場合は、ウィズさんのインポスター確定できないから釣り切ってっていう。うん、そうそう。